LED を使った照明通信です。この照明がこちらのモバイル側に伝わり、双方向のインターネット通信が成立しています。この照明通信によって電波が使えないところで無線 LAN を使いたい、あるいは病院で無線 LAN を使いたい、そういうシーンで無線 LAN 同様のインターネット通信が可能になります。インターネットに接続されたこのパソコンの画像は今こちらのモニターにインプットされています。さらにその音声は同じようにこのディスプレイにインプットされています。その音声は実はこのバックライトの光に乗ってこちらのスピーカーに到達しています。光を遮ってみます。このように5メートル離れても大丈夫です。LED を使ったナビゲーション、 ID 照明です。あちらの照明、これから信号が発信されています。その信号がこちらのレシーバーで受信され、情報をこの端末で表示します。この明かりに端末をかざします。内容が表示されます。別の信号を受けてみます。別の内容が表示されます。この ID 証明からは固有の ID が発信されます。これを店舗内、ビル内、工場内に装着することによって、例えばお客様の動線管理、美術館、博物館のガイダンス、工場のライン管理、物流管理などが簡単にできます。ご紹介した数々の技術は LED を用いた通信、可視光通信、あるいは赤外線通信といわれる技術です。それを実現するのがこの REC-RP 高感度受光素子です。これを用いることによって我が社では速度で世界一 160Mbps、 距離では 42.19km の世界最長の通信を実現しています。さらにこの技術を用いた各種モジュール基板を製作しております。我が社は可視光通信のみならず赤外線を使った通信にも取り組んでいます。これが世界最高の輝度を誇る赤外線の投光器です。暗視カメラなどに利用できます。この投光器を使いますと2キロ先の暗闇の映像を映すことができます。 LED 通信に関しましては世界最高の技術を持ちますアウトスタンディングテクノロジーにご用命ください。